D2 です。 D? メタボリック。あ、血が混じってますね。あ、もうダメですね。こんにちは、ケッチです。山本です。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。やったー。本日はですね、はい、12月にやってきた人間ドックの結果を見ていきたいと思うんですけれども、はい、とりあえず、はい、新年一発目に、はい、飲みましょう。行きましょうか。じゃあ僕から行かせてもらいます。はい、皆さん2023年もよろしくお願いします。あげましておめでとうございます。キャバイキャバイキャバイ。あげましておめでとうございます。おはようございます。2023年に帰ってきました。帰ってきましたね。結果発表いきましょうか。ありがとうございます。うわー、赤がいっぱいありますね。僕もちょこちょこあります。いや、まあ、ありますね。一応 A が異常なしから、うん、B、C、D1、D2 で E と、うん、で最後の E っていうのは治療通院が必要だよっていうような、うんうん、あのマークっていうんですかね。なるほど。スコアリングになっているみたいなんですけども、はい、一応一番上の身体計測が、うん、C でございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。身体計測、何が悪くて、はい、赤いのか、うんうん、あ、福井でございます。福井、福井が 84.9 センチ以下だと正常だけど、うん、私に関しては93センチございます。ダイナマイトボディ。ダイナマイトボディですね。ちなみにあの前回前々回もちょっと見ると、うん、前々回89、うん、前回91、今回93、着実に2センチ増えてる。お腹周りがちょっと太くなってきていると、はい、ちょっと赤をもらっちゃいました。 C をもらっちゃいました。じゃあ次、はい、僕視力が C ですね。おー、僕は、まあ、コンタクト入れてるんですけど、うん、コンタクトの矯正視力は A ですね、うん、一応視力で言うと、右が 1.5、 左が 0.9、 まあ、そんなに、うん、まだね、メガネつけなきゃいけないってことじゃないね。そうだね。電柱もでもなんか右は前回 0.8 だったのにすげえ目が良くなってる。1.5 ってすごいね。 1.5、 うん、両方ともまあコンタクトで 1.2 だけど、コンタクト取ると、うん、0.1 かな。そうだね、でも目悪いもん。何にも見えなくなっちゃう。メガネするとこんなに目が来てくる。で次、はい、ちょっと僕いいですか、うん、血圧、はい、C、 C、 まあ要経過観察ですね、うん、C は、はい、前回120の82だったんですけど、うん、今回144の96。ああ、ちょっとでもこの前回僕なんか何回も測られて、うんうん、で120になったんですけど、今回そなんか測られずに終わったんだよ確か。あ、なんか、ま、測られるよ、最初は緊張してるかなって感じで、俺もいつも140出て、うんうん、終わり際にもう一回やって120出るんだけど、確か俺もこの前1回目で140ちょっとだって、うん、高いねなんて言ってもう一回測って、うん、で最終的に、120122の77。あ、うん、なんで測られなかったんだろうな、うん、144ちょっと緊張してました。あ、肝臓ね。はい、はい、肝臓が。じゃあ次、はい、脂質 C でございます。おお、脂質 C、 脂質 A です。 A ですか。はい、脂質に関しては総コレステロールで見ると、うんうん、ギリ基準値超え。中性脂肪に関してでいうと、うん、30から149が正常値に対して、うん、454出てます。中性脂肪って何ですか。中性脂肪っていうのは何なんだろうね。とりあえず飲むか。頑張れ。中性脂肪、うん、中性脂肪とは主に体のエネルギー源となる脂肪の一種、うん、食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎ、肥満によって高くなります。あんまり身に覚えはない。身に覚えはないですね。あ、身に覚えないそうです。ないですね、はい、いきましょう次。はい、次、あ、次、肝機能等が来ましたけども、ね、一番僕たちのね、そう買い倒してる場所です。僕は A です。肝機能 A、 はい、僕に関しては B でした。 B? B、 あ、まあ、B じゃね。軽度異常。軽度異常。肝機能で言うと、はい、ガンマ GTP が50以下だと正常、うんうん、に対して
76。76ガンバ GTP。これ高い人400とか200とか400とか行く人がいるんで。76。うん。ああ、じゃあまあまあ50以上だからそんなにちょっと異常にかすっちゃってるって感じで、うん、意外と肝機能は正常な方だなっていう、うん、上手に活動してるんだね。そうです、あんだけなんでそれならすごいです。じゃあ僕35です。あ、35、うん、うわ健康ですね、うん、あんなに飲んでるのになでも前々回は68で、うん、それこそ黄色信号、ああ、うん、はいはい、俺と今回のあれと同じ、そうそんな感じでしたね。うん、じゃあ次、はい、糖代謝。糖代謝、ここに来て D2 です。 D? 要精密検査、空腹時血糖かな、70から99が基準値に対して、うん、133、ちょっと高い血糖値が、まあ、どね、血糖値っていうのは、糖尿なの系のやつですね。怖いからね。そうですね、やっぱりラーメン好きだからね控えます。はい、尿検 B？ ん？尿検 B ってなの？尿検査 B。 あ、もうダメですね尿検 B ってなんだ。タンパク質が出ちゃったかな。臭かったんじゃねえよ、ね、こりゃーって。まあまあまあ尿酸じゃないの、ま、尿酸だ、尿酸だね。2.1 から7ミリグラムが正常値で、うん、僕は 7.7。 7.7、 ちょ、おー、もうちょっとリーチじゃん7まで来てますね、うん、尿酸値高いんですね。 6.7 だから まだ、ね、あまり変わんない、そんなに、うん、ギリギリ、うん、これが下に切るだけでギリギリをかいくぐってます。そうですね、じゃあ次行きましょう。はい、こっから僕はだいぶいいですけど、はい、おお、腎臓、尿一般腎、腎臓、尿鮮血、あ、血が混じってますね血が混じってますね、やりすぎです。血混じやりすぎて血が混じってます。血が違うわけちなみに正常値がなんかマイナスだけど、うん、プラスマイナスに、あ、じゃあちょっと血が混じってるっていうプラスなのなのかな。うんうん、こっからずっと血液、貧血、心電図、胸部、肺、はい、胃まで僕はずっと A です。おお、僕、胸部 C、胃部 C、腹部 B、 胸部 C、 胸部 C っていうのは前々からなんだけど、ああ、毎回引っかかってるね。そうそう、胸部まだ影があるって言われて、それでなんか前々回から、まあ一昨年からあるパターンなんですけど、うん、なんか流行り病にかかるとこれが出やすいみたいな言ってた時、そう俺も一緒にこの前々回かかった時はこれ出てる、うん、ああ、まだ続いてます3年間引きずってるけど、一応、はい、特にそこから変化ないよっていうので、まあ、経過観察してくださいという感じですね、うん、はい、はい、で次、胃ですね。胃なんとヘコリバクターピロリ菌。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ピロリ菌、ピロリ菌ですね。初めての胃カメラだったんですけど、うんうん、実家が井戸水なんですよ。そう、それのせいじゃないかという感じで、うんうん、まあ、ちょっとピロリ菌消毒をして1、2週間なんかやらないといけないみたいなんですけど、あ、洗浄を、そう、うんうん、アルコール消毒してるんで効かないんだね、ピロリ菌、うん、そう、それでちょっとね胃カメラの方で、あ、なんかちょっと炎症してる、はい、慢性の感じになっているから、なんかその治らないんだって、もう1回傷ついちゃうと、胃がんリスクが 3,4 倍ぐらいになってくるなんていうふうに一般に比べて、うんうんうん、だから早めに消毒をして、はい、まあ、よく検査をしてくれというふうに言われました。はははは、はい、で次、腹部 B、 腹部僕 C、 腹部超音波で軽度の、うん、僕 C なんですけど、はいはい、軽度の脂肪肝が見られます。あら、これ読めないんだな。左腎の方なんかあったみたいですね。うん、エコーして、尿一般検査でわずかに異常を認めますが、日常生活に支障はありません。うん、
ギリギリですね。そうですね、僕のこのちょっと総合所見を見る感じだと、はい、まあ、生活習慣病に影響しますんで、うん、減量に努めましょう。うんうんうん、いろいろちょっとあの数値は出てるけど日常生活には支障はありません、うん、飲酒に注意しバランス良い食事を心がけてください。なるほど。あんなに飲んだのにまあまあ一般的な数字、うん、しかもあの普通なんか1週間ぐらいみんな健康診断とか前会社とか勤めた時とかだとみんななんか準備して健康生活を送るんですけど、ね、うん、僕らその前の日ぐらいとかまあ本当朝まで飲んでて、ガチガチ飲んで、そう普段の生活してるのをちゃんと検査してもらおう。そうだね、本当の数値が出ない。そう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 急に健康になって本当はやばかったっていうことを防ぐために、うんうん、まあ、普段から飲んだりキャンプ行ったりしてるから、まあ、そこの辺の数値をちょっと見ていきましたね、はい、まあ、僕の場合は、まあ、視力の低下と、うん、カメラでのピロリ菌、うんうん、であとは、腹部のエコーでなんかちょっと怪しい感じだけど日常生活に支障はありません、という感じでしたね。飲みましょうか健康体であるみたいですね、まだまだ。そうですね、うん、で、心もね、うん、綺麗だし体も心も体も綺麗だし、はいはい、で僕らも普段飲んでたり食べたりするんで、うん、これから新年またたくさん飲んで食べていくと思うんですけど、うん、気をつけていきながら、まあ、皆さんもぜひ気をつけていただければと思います。最後、山本君、はい、健康診断を迎えての、はい、総括、はい、そうですね、2人ともちょっとあったりもするけど、うん、でも大きな異常はないということで、うん、今年も1年突っ走っていけたらなと、はい、思います、はい、たくさん飲んで食べてキャンプしていきましょう。はい、キャンプ行ってまーい。それではまた次の動画で、バイバイ。健康だ健康だ